こんばんは、ネコネコミーヤチャンネルのまるです。今日はとても大きい福袋の開封をしたいと思います。箱が2つ届きました。ネコグッズの福袋になります。それではスタート。この箱はちょっと置いとこう、こっちに。お正月に実家に帰っていたんですが、先ほど帰ってきたので開けてみます。ちょっと実家から帰ってきてとても寂しかったです。泣きそうでした。少し今回開ける福袋は YouTube で見たんですが、猫のブリーダーさんの澤部さんが紹介していた福袋になります。私が買ったのは33,000円のローテーブルがセットになった福袋です。それにプラスして9点以上のものがプラスでついているそうです。早速開けてみます。開け方がわかりません。今うちで使っているテーブルは IKEA で買ったんですけど、2900円か1900円で買った机を使ってるんですが、もう10年ぐらい使ってるので、いいテーブルに変えたいと思って購入しました。箱が開け方わからない。よっしゃ、パカッと助けてくれ。手伝ってくれんの。パカッとの力じゃ無理、パカッとの力じゃ無理。一回下ろそう、一回下ろそう。熱い。よし、頑張れ、博多。よし。こういう開け方じゃない？もしかして。博多さん、邪魔してる、邪魔してる。博多、先に入んないで。よし、来た。よっしゃ。大ちゃんいた。私組み立ての苦手。でもやろう。作り方持ってるよね。ちょっと作ったらお見せします。じゃーん。机が完成しました。疲れた。2時間ぐらいかかりました。ここに猫ちゃんが入れるようになってますので、ちょっとここら辺に中にあったかいシートを敷いて入ってもらおうと思います。そしたら今度は箱の中の福袋の紹介をします。早速博多が中に入ってくれました。開けます。あといきなり T シャツになってますが、ちょっと暑くなっちゃったので T シャツです。あー疲れたね、博多さん。よいしょ、よかったね、無事に終わって。この福袋の中にはこの商品プラス約1万円相当のグッズ9点以上が入ってるそうです。開けます。ここに福袋って書いてあっておめでたいです。博多が立ってます。おめでたい。じゃじゃじゃん。ここに手書きのメッセージが入ってました。こういうメッセージとても嬉しいです。マスクも入ってます。わ、出た、大吉の好きなやつ。今年2つ目。見て、かわいい。大吉の好きなやつ。ケリグラミまたもらったよ、大ちゃん。また大ちゃんに使ってもらいます。次。これは何でしょう。わー、また福袋に。なんだこれ。フェルト素材の猫用ベッド。開けてみましょう。
またベッド入ってたよ、みんな。もうこれしばらく何年もベッド買わなくていいね。こんな感じです。ちょっと待って、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 ん、こんな感じでお花の中に入ってるみたい。博多は入ってくれました。花ちゃんと大ちゃんはちょっと寝てます。よし、次、なんか大きいのいっぱい入ってる。イエー、次こちら、もしかして、もしかして、もしかするよね、またベッドだ。しかもなんでこんな豪華なの、潜れるベッド。ちょっと開けてみます。なんだ、今年はベッドがいっぱい増えた。こういうベッドです。かわいい。しかもこっち側にコンセントとか通せる穴開いてます。じゃあ次、いっぱい入って、やったやったやった、消臭スプレーすごい使ってます。嬉しい、博多臭いから。なんだこれは、豪華やん。机だけで、この机だけで3万円だと思ってるんですけど、結構いろいろ入ってて豪華だと思ってます。こちらフードボールって書いてあるから、絶対ご飯のボールだよね。ちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃん、やったー、重さもあるしご飯も入ります。いいね、ありがとうございます。いい、これは何でしょうか。博多、それ違う、それ好き。これは滑り止めかな、ご飯の食器の下に敷くのかな。博多が気に入っちゃったので、そっとしておきます。次、じゃん、嬉しい。2つ目、こちら減塩おじゃこ、にゃんこの日替わりレシピってなってます。ありがとうございます。次、じゃん、美味しそう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 。無添加鶏削りです。鰹節はよくありますけど、鶏の削り節みたいです。毎日ご飯に鰹節かけてるので使います。やったね、大ちゃん、花ちゃん。次です、じゃーん、フリーズドライ胸肉砂肝ミックスです。こんな感じ、美味しそう。次、じゃん、サーモン味猫ちゃんのおやつ、無着色、すごい体に良さそう、美味しそうです。ありがとうございます。次、じゃん、ブリスミックス、これ毎日あげてるご飯です。これも嬉しいです。次、さっきと一緒かな、あ、さっきと一緒だ、猫ちゃんのおやつ、これはマグロ味だ、さっきのはサーモン味だったので同じ種類です。はい、次、じゃん、うれしい、ベッティのご飯だ、ベッティのご飯ですよ、めちゃくちゃ嬉しい。これ YouTube で紹介してて、食べさせてあげたいなーって思ってました。ティッキーキャットです。これなんか猫ちゃんの体にいい餌みたいなので楽しみです、食べさせてあげるのが。これはティキキャットベルベットサーモンふんわりムースだって。これはティキキャットベルベットシニア用チキンパンプキンふんわりムース、シニア用だそうです。こちらはティキキャットベルベットチキン&サーモンふんわりムース。ムースってなんか美味しそうですよね。じゃあ次、最後、こちら、じゃーん、ペンになってます。猫ちゃんのペンだ、これで文字書ける、かわいい、こうやって置いとける。
ありがとうございます。すいません、最後紹介し忘れちゃったんですが、割引のチケットが入ってました。こちらもありがとうございます。で、これ載ってたんですけど、このブリーダーさんの澤部さんの YouTube でこちら購入しました。じゃあ並べてみます。それでは並べてみました。じゃーん、こんな感じです。あのメインはこの机だったので、この机だけかなって思ってたんですけど、それにプラスしてこんなに詰め込んでくれてます。あげたことないおやつばっかりなので、食べてもらうのがとても楽しみです。はなちゃんよかったね。お、あ、入った。あの今年は福袋、猫ちゃんたちの福袋2個目なんですけど、本当にベッドがすごい増えたので嬉しいです。ちょっとベッドは一つずつ使っていってしまって、また使いたいなと思います。大切に使います。おやつもたくさんあるので使えそうです。この中に猫ちゃんが入ってくれるのが楽しみです。ここがこのように透けてますので、可愛いお顔が見えます。ちなみに今のうちの机はこんな感じで、博多が実はこっちの方を、机のこういうところをカジカジして、もうみすぼらしい感じになってたので、机の位置を変えるのが楽しみです。喧嘩しない。こら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 、喧嘩しない喧嘩しない。困ったもんです。この中にこれ入れてみます。このモコモコを机の中に入れてみます。はなちゃんちょっと失礼。はなちゃん一回入ってみて。はなちゃんのが細いからいける。まだ慣れないので無理です。入っていける、ほら、まだ慣れないので無理です。フリーズドライの胸肉砂肝ミックス食べてみるか。ダイさん、ダイちゃん、ダイちゃんはちょっと歯が弱いので。あ、食べてきた。食べる。食べた食べた食べた、嬉しい。ダメだよ、そんなすぐ飲み込んでいいものなのこれ。ダメじゃない、ごめん。なちゃんどうじゃ。なちゃん、美味しかった？美味しかったみたいです。なちゃん、こっち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 、はなちゃんが食べてる。はなちゃん、なちゃん、こっち、ほらほらほら。あ、ひどいね、なちゃん奪ったね。はい、よかったね、美味しいのもらえて。珍しくみんな揃ってた今。お、ライちゃん上乗った。ライちゃんはいつも前の机の上で寝てたので、あの中に入って寝てくれるといいなと思ってます。お、博多入るか。足が、お、入った。博多さん入った。大ちゃんも上乗ってる。壊さないでよ。出てこれるかな。お、一緒に寝てる。出てきた、よかった、出てこれた。さっきのおやつなんですけど、博多にもあげてあげたいので、今からあげてみます。はい、どうぞ。
もう食べた？はい、終わり。今日はもう終わりです。ごちそうさまでした。それではご視聴いただきありがとうございました。とっても気に入った福袋でした。本当はご飯の福袋もあったんですけど、それはちょっと今回大きいの買ったので我慢したので、来年はそっちも買いたい。絶対買いたい。絶対お得。